I find another just to cover the tire. Not very good. Good design. Oh yes. Just like a Jenny Putz. It's perfect work. This tire is a 225 wide and I have. Yes. Not so bad. Not so bad. What's got these here? Quartz? Yes, I put a 3 centimeters bigger tire here. It must touch it here. So I must put it, I just have trailing arm and setting longer and longer and keep the clearance. And so after that, it must be touched here. So I must cut here. Rear tire is no problem. Okay. I'll cut here. Now I have this and maybe 1-2 centimeters clearance and it comes into here and more 2 centimeters. So I'll cut more. This way I want to cut here. Easy to cut. This is. It's impossible to. Like this one. But easy. Easy to cut. Here. Like this one. That's it. Easy. Easy to cut here. Okay. If you need more clearance, it's easy to cut here. Here. It clips here. So, here. It's here. Here. It's easy. It's available to cut here. So that, yes. No problem with fat tire. Maybe it's easy for us to replace the adjustment threading by myself. Then I'm going to go to change the tire. Yesterday, I'm going to go to a modification shop to install the thrust turbo kit to a chimney. I received a message from a tuner, parts arrives today, so
セット。2015年よりは後でね、届けます。はい。全システム異常ないですよ。そこ外してます。これはブロックか。これは違いますね。これエアクリだと思います。エアクリなんですね。なるほど。タービン本体だと思います。タービン本体。ああ、かわいいね。かわいらしいじゃないですか。ヤリスもこんなもんだよね。はい、ヤリスとかあんねん。なるほど。はいはい、わかりました。ああ、インタビューから入ってね。はいはいはい。あ、軽いね。インクラも軽いね。何これ？ああ、オイルね。はいはい。昔のから。昔の全然帰り気がないみたいな。はいはい。どう？ブラウンも来てる。はい。これは何ですか？これはオイルパンかな？あ、オイルパンもね。箱積みのお湯ですね。なるほど。はい。それか、これがブローフですね。おー、結構、いろいろ、あれなんですか。高額率。なるほど。ブローフは、うん、大人の人が乗るから、戻しときますか。うん、あ、そうだね。Later。ちょっといいやつ今頼んだ。あ、すみませんね。はい、あれはここのタービンからここのこれが当たってるんで、ここ削るとでしょ。あ、三菱なんだね。で、ここに車列板つきますから。ああ。エアコンのこの辺の配管とかも、まあ、この辺そうですね。包帯みたいな巻くよりは今もうちょっとかっこいいのもあるんで、はいはいはい、それ頼んだって。あ、そうです。それで断熱して。なるほど。もうコンピューター送った。送りました。あ、ですね。別に仕様はないんですよね。もうその切れるほどではないにしても、あんまし具合が良くなければ、ここをちょっと、ああ、来て、もうやってもいいかもしれないね。それいいかも。かけて、エンジンが入れて当たるようであれば、はいはい、切ってちょっと1センチぐらいはいいと思う。あ、ですよね。これも、これもだけど、切ると余計今度こっち当たっちゃうんで。まあ、そうですね。ざっくり切って、こっちを外に。こっちは、ないね、余裕が。こっちは、車体に固定じゃないですか。はいはい、エンジンは割とマウント柔らかいんで、動くんですよね。そうですね。やっぱどっか当たりますよね。トラスのこの形状って昔から変わんないけど。変わんないですよ。いや、もう今はもっといいですね。あるよね、イギリスのなんだろう。あるし、僕今使ってるのはサイドタンクのやつも全然いいんだよ。これ容量もあるし、はいはい、アストンもないし、まあ、これがね、あらららららら、あー、この位置ね。はいはい、結構切ない位置ですね。で、裏はこんな感じですか。裏はこの裏ですよ。はいはいはい。この間です。この間だもんね。あ、そうか、こっちが出して、ピンセットがなんですね。かっこいいんだけどね。あ、多分オフロード行ってこの何モーグルとかやったらダメでしょうね。上がダメなんだろうな、ちょっとみたいな。はい。この時点でまっすぐは大丈夫だと思うんですけどね。切った時にも後ろももろあたり。それでロアームでどのくらい前に出すかなんですよ。どうだ。車高高いかな、あれか。意外と。
んとこは。ああ、もう持ちもち当たるかな。どうだろう。ああ、当たるね。あ、飛ぶ、飛ぶからね。そう、今、飛んだ。1.5 センチ増えたんです。これね、バックするとよく、うん、あれが。で、バックの時だけちょっと当たるんですよね。あの、ニンニクの時。今当たったかな。ああ、もうちょいだ。今当たったかな。ストッパーみたいなのないですか。はい、ストッパーハンドルの切れば、いやあるのかな、そういうの調整するとか。これ車輪ドロップはずだね。なんだ見てみたら、あ、抜けないもんね。あ、はい、いいっすね。なるほどね、いろいろあるね。あ、ホイールに当たってんだ。そうですね。じゃあ今まで走らないからそんな傷になってないというだけで、傷になってないもんね。ホイールだよね、でも当たってんの。カツカツで逃げてんのかもね、鉄道車から。もうあるし、うん、ホイールもまっすぐじゃないから、当たるとことかすることかもしれないね。でも傷はないもんね。ないですね。うん、今まではこれで乗っちゃってた。ああ、動くのかな。これ動かないよね。まあ、例えば下ろすとちょっと変わるかもしれない。あ、下ろすとあれじゃない。純正から移植したんですよね、これ。そうです。この辺ね。前後ろとヘッドライト。うん、うーん、レースでも、うん、今横2本ないとダメなんですよ。あ、そうなの。うん、でこれドアをカーボン使う予定があるんで。あー、カーボンの場合でもなく。うん、普通もこれがいい。うん、ドリフトの今車両なんかも全部2本なきゃダメだし。まあね、まあそれはね。で。うん、まあ、バッテンがあれなんだけど、うん、あれ結構乗りにくいんですよ、前がね、下がってりゃいいんだけどね。あ、なんでこれで、うん、ここが潰れないようにここを、あ、自分と近藤さんのやつも2本だったかな、1本して降りてたかな、うん、だったかな。それをしようと思ってるんですけど。あ、なるほどね。いや、これも結局、うんうん、溶接で埋めりゃいいんですけど。踏み込まないで行くことはできるけどね、うん、一気に鳴らし終わらせるんだったらそれで行くのはいいんだけどね。案外あるけどね、自転車コンピューターが、うん、ノーマルの圧力センサー殺してるんだけど、うんうん、あ、やっぱりね。あ、じゃあないんだ、うん、これで、うん、おそらく疲れから殺すおそらく、はいはい、スロットル回路と回転数で、うん、ベースマップを作って、あれなんだね、全然その不圧系は見ないんだね。ここ出て、うん、ターボ出てすぐのとこと、うん、触媒の、うん、オーツセンサー、あ、うん、これオーツセンサーとね、うん、それでついてるんで、はい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 、それでどうもフィードバックしてる、うん、でそれをフィードバックしてどうもあれしてるみたいなん で、うん、でそこで学習させてるみたいなんで、ちょっとゆっくり学習させてやった方がいいと思うんですよ。ボッシュのセンサーがね、よくこう10万キロ持つって言って、その系だね、そうすると多分そうだと。で、それでもって、それでやるのがボッシュ、うん、ボッシュ流なんだね。日本じゃやらないもんね、それね。まあ、ヨークトルク、ヨークトルクマップっていうのをベースに、ああ、聞いた聞いた。AF でフィードバックさせていくっていう、うん、まあ、今のやり方だと思うんですけど、あ、これね。もし、はいはいはい。これと下っていうと、あ、あのオイルパンね。あ、そうです。はいはい。で、何、数百キロでオイル変えた方がいいんだよね。300ぐらいで、一応オイル横に積んであるんで。はいはいはい。ああ、そうですね。あ、そうですね。いろいろ積んで。あ、なるほど。ああ、うん。
because I'm going to change the driving arm, and because if it touches here, it's here. Adjustable driving arm. I think the longer one, like the others, and cut the, but here, maybe. I change it to this one. Heavy. Adjustable. Line is adjustable. Okay. I must take off the shock absorbers and bolt now, and I'll make a space and yes. Okay. And here comes. Okay. Yes, this is a motor farm, and this is hybrid version, and adjustable type. And the range is the same, maybe. Yes, I'll make it longer. Maybe 15 millimeters or 20 millimeters. Okay. And finally, the clearance is 18.4 millimeters. Yes. Well, hard work. Unbelievable. I must cut this area. It takes maybe 2 or 3 hours. Here? Here? Yeah, cutting here. This way. It needs to cut to clear the tire. This way to escape the tire. Yes. Offset stabilizer spacer makes it touches. It touches here. Okay. I change it to normal position to make it clearance. Front proper shaft is抜けた シャフトが抜けた信じられることが起こるね Amazing yeah. OK Today I'm going to go to change them. So many parts in one night. I'm going to put the spacer at 25 millimeters. 25 millimeters in here. Okay. This is becoming good. And this there. That's clear. It's becoming good. Here. 35 millimeters of spacer. And here. バカなんだ。